エクストラ 300S を操縦するベゼネー・ベシェニエイ。ペーテルはハンガリーの極技飛行パイロット。エアレースの世界チャンピオンとして名を馳せる。日本では英語読みのピーター・ベゼネーで呼ばれることが多いため、香港でもその故障を採用する。ベゼネーが操縦するジブコエッジ540。機体記号は カタワンの540とピーター・ビセニの頭文字を合わせた N540PB ハンガリー西部の町、ケルメンドに生まれる。ブダペストの空港のそばで育ち、幼い頃から飛行機に興味を持っていた。1962年の極技飛行の世界選手権を観戦して自分もパイロットになりたいと決心し、15歳の時にグライダーで初飛行を遂げる。 1976年、初めて参戦したグライダー競技でその才能を遺憾なく発揮し、2位で終えた。極技飛行パイロットになり、国内外の選手権でいくつものタイトルを獲得した。初めて金メダルを獲得したのは、1982年のオーストラリア選手権だった。専門はフリースタイル部門でオリジナルのスナップロールをいくつも開発し、 1984年にはナイフエッジスピンを生み出した。1995年には金メダル2つと銀メダル2つを獲得し、最も成功を収めた極技飛行パイロットとして名声を得る。2001年、ブダペストのドナウ川に架か,かるセーチェニクサリ橋の下を飛行し、橋の下をくぐる技は今日のエアレースの基本的なマニューバの一つとなっている。 1996年、ゲンツ・アールパード大統領から金メダルを授与された。レッドブルエアレースワールドシリーズの発展に大きく、寄与し、その方面では、ゴッドファーザーの異名を取る。2001年に、オーストリアの栄養ドリンク会社、レッドブルから競技型エアレースの設立の協力を求められ、ルールや規則の設定に熱意を持って取り組み、肉体的にも、精神的にも、 究極のエアレースにチャレンジするスキルと勇気を兼ね備えたある意味で無効水なパイロットを慎重に選んだ。またレースで使われる風船型パイロン、エアゲートを考案した。最初のレースは2003年にオーストリアのツェルトベクで行われ、2年後の2005年には世界各地を転戦するレースへと進化していった。自身も初年度からレースに参加しており、2010年からは 自身のためコルバスハンガリーで設計されたコーバスレーサー540を利用していたが機体が極技飛行向けでエアレースには適さないことを理由に2015年の第4戦から 540V3 へ変更した現在はハンガリー航空局のテストパイロットのほか、ジブコエッジ540の極技飛行パイロット向けのインストラクターをしている他の趣味にカーレース、スキー スカイダイビング、釣り、カメラなどがある。2015年シーズンをもって、レッドブルエアレースを引退した。2016年からは、ポール・ボノムと共に、電動入りしている。ピーター・ベゼネーが操縦する、コーバスレーサー540。ありがとうございます。